いやでも本当にね、どうなんだろうな、僕はね、やっぱりね、周りがね、日本で買ってからって言うと思うんですよね。つかないんですよ、それが絶対。いや、毎回100出すんだったら、ぜひついていく。もうすっ飛ばしてほしいですよ、日本を。もう、本当にこれを見てる皆さんもそうですけど、すっ飛ばす努力を周りがしてほしい。その選手は、だって100あれば、自信持って、どこにでも出ていいわけですよ。どこでも勝てる。じゃあね、やっぱ勝ちやすいところに出ようとするのが僕はプレイヤーの心理だと思うんで、でもそこでやっぱその誰もやってないものがあるって教えて言ってほしいですよね。どうなんでしょうね。だから早く、でも本当確かに。あとちょっと上手くなった後の酒飲みまくってるイベント前にうちのスポンサーで言う、そうなんですよね。でもそこにね、なんだろうな、周りから見たら簡単なことなんですけども、本人になったら分かるんですよ。そうやって優しくしてくれるというか、お世話になった人とかがいたりするとまた余計に面倒くさいというか、じゃあ一人でそこまで行けばいいんですよ。そしたらみんなが食いつくんですけど、意外とみんなの助けを得て100出せる人が出てくるというか、例えば若い子だったら親とか、で親がお世話になってる人とかがいたら、だから僕がもしもさっき言った社長みたいな人間が出てくるとしたら、やっぱり親が一生懸命ダーツを教えて、誰にも絡まずに行くしかないと。急にずっとアベレージ100をもう若い頃から出せてすっ飛ばしていくしかないと。これをまたどっかのダーツバーに投げ行かせたりとか、大会とかに出させて、変に日本で勝って、したら日本のいっぱいいますから、関係者は。すぐ食いついて。その人たちは、言ってみれば PDC で活躍できるかわからない人に出資するよりも、日本のトーナメント、もしくはこの露出させて稼げる方向を取りますから、ぜひちょっとそういう大志を抱いてる人に拾ってほしいですね。まあ、それこそ社長もそうだし、僕もそう思ってるし、すごく難しいかなと思うんですけどね。そう、だからジャパンとかパーフェクトに憧れとか、もうそういうのもやっぱ見ない方がいい。言い方悪いですけど、もうずっと PDC を見て、PDC 見れますから今。ずっと PDC を見て、PDC のレベルにならないと自分は活躍できないって思ってやることが大事なのかなって。そうですね。だからまあ、成功した人が成功ですよ。すごいみんなこうやって意見を出すけど、どういうパターンか分かんないです。だから若い子が急に PDC で活躍するパターンもあれば、今の日本のトップが誰か成功するパターンもあるし、でももう考察ですよ。みんなが思ってることをこう意見をぶつけ合って、誰かが成功すればいいんじゃないかなっていう。そうですよね。難しい。じゃあ例えば日本のね、今のトップの人たちがチャレンジできるかって、今の日本のトップの人たちってなんか守るものがあるんですよ。結局世界に向けて裸一貫でいけるような人なんてもういるのかなっていうぐらいのレベルだし、家族がいたり店があったり、なんかお世話になってるスポンサーがいたり、どうしてもトライができない、もしくはトライしてるんですけど、そうなんだろうな、今社長が言ったような状態になれるような人っていうのはなかなかいないというか、本当にだって日本でじゃあ本当にスティールが平均100出せる人がもしもいたとしたら、まず日本って無双状態になるんですよね。その時にやっぱその日本での無双状態を
てれるのかなっていう。だからアジアツアーがあった方がいいし、フィドがあった方がいいし、なるべく PDC に、PDC にっていう流れを日本は作った方がいいんじゃないかなっていうのはあるんですよね。難しい。じゃあパーフェクトも、じゃあパーフェクト、団体の人はプライドがありますし、その自分の団体を盛り上げたいっていう気持ちがあるから、その人たちはその人たちで行ってほしいけど、できれば自分のところも盛り上げてほしいと思ってるだろうし、本当難しいことだと思います。いやでもじゃあ僕やっぱ2019年の聖子さんが3回戦行ったのは一個の口火だったんじゃないかなと思いますけどね。あの時に聖子さんが翌月の Q スクール通って、ツアーカード通って、もしもランキングでね、いろんな向こうのテレビ放映に出てたら、ちょっと世界は変わったのかなっていう部分はあるのかな。日本のステレオ大会優勝者100万だったら参加選手も増えますか？もちろん増えますよ。もちろんもちろん。結局ね、金額ですから。賞金ですから。100万になったら参加者は絶対増えます。減るなんてことは絶対ない。やったらわかります。絶対増える。ただ、難しいんですよ。みんな頑張ってる。みんな頑張ってるけど、賞金を増やすってことは難しいんですよ。本当に。いや、もう本当ね、反面戦としてはね、やっぱ賞金が大きくなって、レベルが上がってほしい。でも、日本人が今こんだけレベル上がったのは、やっぱりそうやってプロの団体ができたからであって、やっぱ賞金が上がっていくというのは大事だし、PDC にですね、誰か行ってほしいっていうのはやっぱり、もう、日本人の、アジア人の、目標、もしくは、なんなら、このダーツ業界に生きてる人たちの課題なのかもしれないですね。誰か出さないと早く。このままなんか終わってしまうかもしれないです、ダーツは。まあでも、その両立していくパターンを僕は模索してて、でも、そうやって、例えば若い人間で、向こうにも裸一貫で行くっていうパターンも、もちろんありだし、そしてやっぱ日本のねレベルが上がるには、そうですね、もうどうでしょうね、僕今15年日本のプロをやってて思うんですけど、賞金が上がるしかないと思います。はっきり言いますけど、賞金が上がるしかレベルは上がらないと思う。じゃあ今多分日本のダーツ界のレベル、スティールで80っていうのは、賞金が100万の人間ができるレベルだと。これ例えば200万になったら僕は85になると思う。平均スタッツが。人間ってそんなもんですから。だから向こうの奴らは1億稼ぐから100あるんですよ、スタッツが。いや、絶対そう。じゃあ日本で1億稼ぐ人間を作れば100になるし、向こうの奴らが来るから、こっちに。はい。まあ、それもありだと思いますよ。でも、向こうに行くっていう目標を達成するんだったら、やっぱり、日本にいたら、やっぱり80の人間になってしまうんじゃないかなと。そのまま。要するに、優勝賞金100万。言ってみれば、大きく見ても、まあ、2、3000万稼いだとしても、そういう人間が叩き出せるスタッツが80だと思ってる。人間ってそんなもんだと思うんですよね。はい。なんか、それに賛同できる人がいたら教えてほしいというか、やっぱそういう規模の状況の団体でやってる人間っていうのは、それを突出する実力が出せない。もしも出せたとしたら、もっと上の団体があるんだったら、まあもちろんそれこそ PDC に行くっていう形ができると思うんで。でもどうなの？実際その中に入ってる人間として言えるのは、出る気がしない。スタッツ平均100なんていうのが。日本のこのダーツ界にいて、だってもう多分ほぼ優勝すると思います。スティールで平均190打てる、 PDC に通用するような人間はほぼ優勝できる。
どっちが先なのか分かんないですけどね、そういう人間ができてチャレンジさせるのが一番いいんですけど、なんか現れる気がしないというか、そういう才能を持った人間が80だけど100出せるかもしれない人間が向こうにチャレンジして花開くっていうパターンが僕はなんか最初の人間になるような気がするんですよね。でそれを見た日本人がこっちで80が平均のところで急に100出すやつが出てくるっていうことが起きるというか、絶対に向こうで先に成功する人間が出ないとダメだし、それはやっぱり日本でずっとダーツを投げてても出ない気がするんですよ。やっぱツアーカードだとは思うんですけどね。いや若い子が最初からスティール一本で行けばって言うじゃないですか。じゃあスティール一本で行ったとしてどういう道を作れますかって言いたい、その人に、その若い子に。いっぱい若い子って言ってみればね、野球もね、サッカーもゴルフも何でもあるんですよ。ダーツを選ばせることができるのかなっていう、その人に言ってみれば、10年間我慢してダーツ投げろって言えますかっていう。めちゃめちゃダーツ上手くてどうしてもプロ野球選手になりたいって言ったら野球進めるじゃないですか、言ってみれば。そこがねやっぱりちょっと難しいのかなと思うんですけどね。だから、まあ、できれば僕らトップは要するに本当に夢はないかもしれないけど、やっぱ安全を取っていきたいわけですよね。結局はスポンサーを募っていくっていうパターンしかないというか、言ってみれば守るものが多すぎてっていう形もあるんで、そうそう、夢を見せられないです。そのダーツをしろって強く言えない子供に、なんかいろんなものを挫折した時に提案できる競技なのかなっていうのは思いますね。だから100出す人間が1人でも出たらそれは続く人間がいるかもしれない。90を出す人間も出てくるだろうし、下手したら110出す人間が出てきて PDC でトップを取るかもしれない。ただその100出す人間をどうやって出したらいいかが誰もわからない。いやでもちょっと本当にね、ここに関してはいやいや、それはしてないです。してないけど、でも100出してる海外の人たちで、7、80出してる時に酒みたいにイベントはしてない。その代わり、日本人はそのぐらいのスタッツでも稼げますから。そこじゃ稼げないから一生懸命頑張ってる海外の人は。で、100出るようになって、90出るようになって、試合に臨んでるわけですよね。でも日本人ってのはじゃあ7、80出しても、でも勝てるんですよ。勝てるというか稼げるようにはなるんです。イベントも入ってくる。でもそれって何だろうな、じゃあイギリスの人からしたら羨ましいと思いますよ。はい、その言ってみればちょっとレベルが低いところでもダーツで稼ぐことができるっていう状況を作ってる日本は、イギリスより恵まれてるっていう言い方もできる。はい、良くないけども、でも結果そういう風に二番線じゃない、やっぱりイギリスで流行ったものを真似した、アメリカで流行ったものを真似した日本の行き着いた先のわけですから、でも日本で向こうに通用する人間を出すっていうのがやっぱりどうやって出すかっていうのはもうちょっと社長ぐらいの勢いで考えた方がいいってことだと思うんですよね。どうやったら向こうで通用する人間を出せるかっていうのを考えるべきっていうか、それってやっぱりジャパンとかパーフェクトの人間じゃないと思います。それを考える人っていうのは、例えば守らなきゃいけないものがあるから、そこに、はい、試合っぽいですね。じゃあ僕言いたいですか。じゃあ皆さんまた今度はちょっともうちょっと楽しい話を試合行ってきます。ありがとうございます。
止めてばは今年最高金賞を受賞。これからもずっと美味しいってば。止めてば。